はい、ということで、まず最初に EVH 来てますけれども、お名前は、山野楽器中村と申します。よろしくお願いします。中村さん、はい、よろしくお願いします。今ですね、サトルちゃんの持ってるこのギター、はい、一番の特色っていうのは、はい、そうですね、まあ、もちろんそのエディ自身のアイデアをもとにこう具現化されたギターってことですので、うん、まあ、彼が一番弾きやすいようなスペックにまずなってる。彼が弾きやすい。そうですね。逆に言うとこう普通の人だとちょっと癖があるとか、ということには必ずしもないと思います。で、まあ、サウンド的にもそのボディが例えばそのバスフットを使ってメープルを貼って、はい、まあ、ネックもメープルの、まあ、コンパウンドラディアスって非常にこう弾きやすい、ローポジションは、少し R がきついんですけれども、うん、ハイポジションに行くと R が緩くなるという、コンパウンドラディアスというのを採用してますし、まあ、ピックアップなんかも彼 の, その好みに合わせた独自のピックアップが開発されているのが搭載されてますので、ピックアップ、好みのピックアップというと大体こう特色としてはどの辺の。そうですね、もちろんもともと彼はいろいろディマジオだとかダンカーのピックアップを使ってたというはずなんですけど、今回はこれもフェンダー社の方、まあ、それ EVH の方で開発したピックアップを、彼 の, そのチューニングの、その前、要はこういうふうにしてくれ、ああしてくれっていうのをこう原価したピックアップと聞いてます。なるほどね、はい、あとそのポットもローフリクションって非常にこう、はい、なんていうんでしょうね、スムーズな回転が得られるように、それもこれも彼の好みが生かされた特徴だったんですね。普通のポットよりもこう軽い結構操作ができる、使えますよね。そうですね、普通お値段的にはおいくら、まあ、オープンプライスなんですけども、大体その市場では、まあ、30万後半から40万前半ぐらいがなかなか市場売価としては出てますね。なるほど、はい、じゃあちょっとサドルちゃんに弾いてもらいます。はい、はい、よろしくお願いします、はい。いっぱいしちゃったけど。本当ですね。あれなんですね。ピックアップのこのスイッチが逆なんですね。そうですね。一般的なスイッチと逆で、上に上げてるときはブリンガーのピックアップで、下に下げるとフロントのピックアップ。ね、普通と逆なんです。そうですね。ちょっと戸惑いますよね。最初は戸惑いますね。まあ彼の仕様ということで。なるほど。はい。で、弾き心地なんかどうでしょう。すごい弦高低くて、うん、まあ結構弾きやすいですね。いや、テンションもそこまできつくないですし。うん、あ、じゃあ割と女の子でも。あ、そうですね、女性。そうですね、特別重いギターでもないですし、非常にこう抱きかかえやすいと思いますし、でしかもこれの、バージョンがお安くしたやつが、実は今年の秋に出る予定なんですけれども、はい、日本製のギターになるんですけれども、ウルフギャングスペシャルといいまして、フラットトップの、ウルフギャングになります。なるほどね。でもそれでも同じピックアップで、そうですね、ピックアップもブリッジもポットも同じですし、まあ、バインディングがこういうカスタムバインディングではなくて、はいはい、シングルバインディングになったりとか、まあ、フラットトップになるっていわゆるその、はい、まあ、簡略化による、まあ、コストダウンということで、高いクオリティのまま、求めやすい値段になると。だいたい15万から20万ぐらいの値段で、用意していけるようにちょっと色によってちょっと変わると思いますので。そうですか、なるほどね。でもそれならば女の子でも、ね、気軽にじゃあ、ね、買って使おうかと。頑張ってお小遣いだもんね。 お小遣いで買えるか。頑張ればいいね。ということでね、はい、本当に今日は中村さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします、はい。